立候補したのって、ここを出る方法を探したい。これはバッドエンド。カナメさん、もうどうでもいい。それよりミオリちゃん、あ、見れるようになったのか。一条かゼロ点だって。それじゃあ、通報されてしまいました。雑い。どっからコンテなんだろう。まあとりあえず飛ばします。あ、これなの。本当は努力なんてしたくないんです。努力なんてしたくない。それの何が悪いんですか。自分がダメだって分かるのだって数値で見られるメリットです。ダメな人をダメだと認めてあげるのも優しさです。私に期待しないでください。なんだなんだ。そんなことをして笑われるのも嫌だし、そんな自分を見るのも嫌です。理想だのなんだの綺麗事を言っておいて、結局は自分のエゴか。実際頑張らなくて、それが本当、最初からね長所があるならば、それを頑張らずにやっていく方はそれ楽っちゃ楽なんだけどね。はい、あ、そんなそんな手打ちのようにみんな手のひら返しをしていくのか。これはこっちに移るっていう流れなんだな、表が。なるほど、理想郷としていたものでさえも賛成意見に合わなかったからみんな反対の方に入れちゃうのね。なるほど、理想が違うとこうなるのか。ビクトリーへえー、なるほど。さてさて、選挙も正々堂々戦った二人に、相手は要さんだったんですね。この程度なんです。私は追放されれば、私のことはみんな忘れてくれる。私には生き残る価値なんてなかったし、当然ですよね。要さんはどうしてこんなことを。自分自身の目的のためだ。目的って。選挙で一華とノーリー以外の全員を追放すること。それじゃあ私がこうして負けて嬉しいですか。嬉しいですよね。目的が叶ったんですからなら要さんにとって私は。君にそんな価値はない。それでも君の価値を認めている人はいた。君の弟もその親友も。二人とも間違ってるんです。だろうね。今ので分かったよ。何が分かったんですか。自分の価値をなくしているのは君自身だってことか。だから何だって言うんですか。いや、何も言うことはない。というよりも言う価値もない。私は。はいはい、もう未練はないみたいだから追放に移ります。それじゃあミオリちゃん、バイバイ。それでも価値があるって言ってほしかったんだろうか。俺に期待されても困る。やっぱり嫌だよ。なんで私が。
おっと、これは？楽しい楽しい、選挙の時間だよ。自分の能力を正しく把握することはとても大切だと思います。負けちゃった。どうしてまだ俺はここに残ってるんだ？ん？ああ、追放も無事に終わったことだし、要くんと話してもしたいなって思って。俺には話したいことなんて特にない。そう言わないでさ。途中でほらおかしなことがあったでしょ。急に対立候補が本音を話しちゃったりしてさ。それがどうかしたか？ああ、認めるんだ。まあ嘘をついてもいずれはバレるだろうし、賢明だと思うよ。別に咎めようってわけじゃないから安心して。ただの事故というか混戦みたいなものかな。事故？何その残念そうな顔。これは技術的な問題だけどすぐに解決できそうもないって報告なんだけど。そうなのか。うわあ、厳禁だね。でもまあ面白いし、それほど急に直す必要もないからそのままにしてあげてもいいよ。だからさ、終わった後にこうして話でもしようよ。わかった。それで話って？なんていうか、今回はミオリちゃんの自滅って感じだったね。それでも問題はないはずだ。ないね。たださ、考えちゃうことってない？自分の価値についてとか。残念ながら俺にはないな。今が精一杯？そんなこと考えてる余裕はない？ああ、俺にそんな余裕はない。みんなそうなのかな。ミオリちゃんにだっていいところはいっぱいあったのにね。お前が彼女のことをそんな風に評価しているとは思わなかったな。そう？僕はいつも君たちを評価してるよ。それに要くんだってみおりちゃんのこと嫌いじゃなかったでしょ。好きとか嫌いとかそういう感情はもうない。彼女は追放されてもういないからな。わあ、ひどい。でもそんなところが要くんらしくていいと思うよ。もういいか。はい、それじゃあ戻ろうか。ということで、選挙が終わったのか。なるほど。これ選挙した相手にしかやっぱバレないってことなのか。終了。皆様お疲れ様でした。
れ様でした。終了って何が終わったんだ。そうか、その処刑される場面とか見てないからかな。ねえ道宗、どういうこと。誰が消えたのかとかまだ理解できてないから、この呆然とした状況になってるのか。俺だって分かんねえよ。おい、かなめくん、余計なことは何も言わずに黙ってここで突っ立ってて。いやあ、混乱してるね。いや。え？そういうことか。いいことを教えてあげる。記憶がここで消されてるのか。皆さんの記憶は消去させていただきました。はあ、なるほど。選挙のことで禍根を残したりしないようにね。と言っても選挙の中で起きたことだけだし。それ以外は正常だから安心してね。それじゃあ解散。今日は一日好きに過ごしてね。これで終わりかよ。誰が消されたんだろう。そんなのわかんねえよ。本当だ、道宗。そうか、姉の記憶も慕った先輩の記憶もなくなったってことか。そういえば一条さん、さっき俺のことを呼びました。先輩から一条さんに変わっている。まあいいか。そうですか。いえ、何でもありません。本当に終わったの。そう、でもアリス様がそう言っているのでしたらそうなんでしょう。白州様、戻っても構わないそうなので参りましょう。確かに11人しかいないね。これはアリスの言うことを信じるしかないか。俺に話しかけるな。辛辣。ねえ、カナメ、うまくいったんだよね。ああ、全部うまくいったはずだ。疲れたよね。もう帰って休もうか。いや、もう少しここに残るよ。市川のおりと一緒に先に部屋に戻ってて。わかった、待ってる。ありがとう、市川。ううん、それじゃ先に行ってるね。なおりちゃん。さあアリス、もういいだろう。うん、そうだね。それにしても用意周到。一度失敗してるからね。誰かさんみたいに暴れられたり殺し。いいのか。だってそういう約束だから。なるほどね、約束で身割りの記憶は消えないということになるのか。はあ、なるほどね。いや、それにしてもさっきのあれ初めての選挙だったけど、けっもっとほら主題に対して君がどう考え。でも君がやったのは相手を徹底的に貶めること。だが俺は勝った。そうだね、正しいから勝ったんじゃない。勝ったから正しいというつもりもない。勝ったから正しいというつもりもない。まあ勝者であるとは変わらないと。俺は負けられない。そうだね、結果があれってわけだね。悪いか。いや全然、いいものを見せてもらったって感じかな。お前のためじゃない。それでいいよ、君は君のためにやりたいことをすればいい。それでそんな話をするためにわざわざ呼び止めたのか。それだけじゃないよ、いくつか話したいこともあるからさ。ならさっさと言ってくれ。あら、どうやらカナメくんはお疲れみたいだね。それじゃあ手早く済ませちゃおうか。まずさ、君が記憶を失わないっていう点有利すぎるよねって
改めて思ったんだけど。そうだね。俺にだって不利な点はある。常に立候補するってことは選挙で追放される危険性があるのと同じだ。それでも足りない気がするんだよね。お前の感想なんてどうでもいい。そうは言ってもね、とにかくもう一度ルールのおさらいをしようかと思って。おさらい？君は最初にグループについて話したよね。9人を3つに分けるあれのことだよ。はいはい、確かにそう言ったな。それをね、正式ルールとして組み込む。それはルールとしてじゃ。それだよそれ。ん？本当なら君だって選挙の記憶は消されてるはず。何も新しくルール。それは違う。俺が。でも君は自分でルールを決めたんだ。何も問題はないはずだ。何？これから君に関して何か新しい事実が分かったと。それはどうなの？ここでまあ、大体どうしてそこまでルールを受け入れるしかないのか。消えた人間とその人っていうのは周りとの関係性。それがもし君がミサちゃんの記憶を取り戻すことがなかったら。いや、そうかもしれない。でも今ほど積極無意味な過程だな。まあね。でも人とのつながりとか影響はあるだろうな。つまり君が誰かを消すとき、消された誰かが他の誰かに強く影響するのは避けたいってこと。僕はただ単純に12人もう一つの目的のために。もう一つの？もちろんそれは秘密だけどね。ただ君には今力がある。君はこれ以上僕に記憶を消されることはなくなった。それは君が自分の力で勝ち取ったものだし。でも僕には君の知らない目的があるし、いくつかの特権は君との取引によって。理解ができないな。この件についてはしなくていいよ。ただ君は最初に決めたように。なるほど、グループごとに選んでいくと。断る。ダメ。ならどうする？そんなもったい。だろうな。貸しが一つ。貸し？いちかちゃんにバラしたでしょ。おっと、そんな貸しが。答えなくてもいいよ。君のやり方を面白いと思うし、一応す。だが俺は。そういう嫌がらせ。もうちゃんと受け入れとけよ。ルールに触れない限りにおいて。やっぱりね、そういうことしてくるからさっさとやっていけばよかったのに。何をする？さて、別にさ、ならば。何を？二度とルールの追加はなしだ。どうしようかな。アリス。おいおい。君に有利なルールの追加もなしでいいの？それは。もうそこはいいって言っとけよ、もう。ああ。でも、すでに。俺に有利。君だけにってわけじゃないよ。どうする？俺たちに有利なら。素直だね。それなら、これで借りはなしだ。あれ？借りだとは思ってなかったんじゃないの？俺がそう思っていたところで、お前には関係ないんだろう。だったら、はっきりさせておきたい。まあいっか。貸し借りが残ったままだと、心から楽しめないかもしれないしね。よし。これで、用は済んだ。まだだって、いくつかあるって言ったよね。今のは一つ目。話長いっすよ、アリスさん。考えないでよ。長いっすよ、アリスさん。アドバイスだって。君もさ、選挙で勝つためには、だから。それだけ？そんな。できない。話のことだけじゃないよ。仲良く談笑、僕に隠された欲望とか。なぜだ？僕は君を通して。それはさあに、今のが二つ目か。せっかちだな。遊びたいだけなら。待ってよ。ならついでに今さ。確かそうだけど、そうだな。まあ、ゆうりくんかな。
道宗は鋭いけどこっちの方が鋭そうだから先にや殺すのは姫の言うこっちを消すか。はいはい、きちんと受けたまわりました。それじゃこれからも僕のことをちゃんと楽しませてね。ただいま。食事はどうする？驚いたけど気づいたらもそうだね。まだメニューは決めてないんだ。何でもいいよ。私はそんなに困らないけど。じゃあ、うん、任せて。めっちゃ鎖のどするじゃん。本当は腕いちかも疲れてるだろう。そうだ、あ、そうだ。時間を少しずらしてもらって先にお風呂入る？うん。いちか。ありがとう。よし。まあまだきっと一章の途中かな。そうだね、第一回追放選挙の途中だけど、まあ今回はキリがいいからここで終わりにしようかな。多分次回は一華とノーリとお話しして第二回の選挙を迎えることになるのかな。よし、ユーリを殺し準備をしようか。そんなところで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。